コークはアイルランド南部マンスター地方にあるコーク県の都市。アイルランド共和国ではダブリンに次いで2番目に大きな都市。コークという名前はアイルランド語の広角区から来ている。2005年の欧州文化首都である。コークは1185年イングランドオージョンによって建設された。19世紀にはこの町の外交交部からアメリカに向けて移民船が 数多く旅立ったことで知られる。ジェムソン・アイリッシュ・ウイスキーを製造するアイリッシュ・ディスティラーズ社がある。コーク市庁舎の正面図、エシリアンターを背景に、コークの人口は119,230人でアイルランド第二の都市である。コーク市政府の権限は2001年地方自治法の規定に基づき、都市計画、道路、衛星、図書館、街頭、公園などに、 制限されている。また、市の立法機関としては、航空市議会が置かれている。市議会は、県議会と対等な権限が保障されている。定数、31前回の選挙、2014年5月23日航空は、近年、道路インフラが改善されつつある。例えば、航空の南リンクデュアルシャドウは、市内中心部で、金セール道路のラウンドアバウトをリンクするために、 1980年代初頭に整備された。その後まもなく南リングデュアル車道の最初の部分が開通した。延長工事は続けられ、1990年代まで続け N25 の開口部と南環状道路をジャックリンチトンネルの下でリー川を貫通した。キンセル道路の高架道路は航空空港、またはキラーニーに向かうトラフィックのボトルネックを除去するために、 2006年8月に開通した。この時点で完成した他のプロジェクトには N20 ブラックプールバイパスとマローの道路プロジェクトへの N20 航空が挙げられる。N20 に保業者中心とした通りに再構築も進められ、航空南環状道路の西の端にリンクボーリンデュアルシャドーバイパスはシティセンターの道路整備はパトリックストリートプロジェクトを含む2004年9月に 開通し、M8 高速道路はダブリンまで接続した。コークはアイルランドの重要な教育の中心地である。1200人中1人が博士課程の学生という割合はアイルランドで最も高い比率である。コーク都市圏の総人口のうち10%は学生が占める。ユニバーシティカレッジコークとコーク技術大学には100カ国以上から約3000人が留学している。 UCC はアイルランド国立大学の構成大学であり、芸術と商業、工業技術、法律、医学、科学のカリキュラムがある。UCC は2003年から2012年まで3回、年間アイルランドの大学に認定された。大学には他にも国立アイルランド海事大学があり、公開学と海洋エンジニアリングを学ぶことができるアイルランド唯一の大学である。 広区の第三レベルの教育機関と研究所は、都市や地域の研究とイノベーションをサポートしている。ありがとうございます。